私が今見つけたこの腕のように身の毛がよだつけれどね。身の毛がよだつ？そんなことあるの、ロボットで。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれよね、なんか村にたどり着いたんよね。ずーっとなんか大冒険してきて。お、なんかあそこしよるぞ。あ、こいけんのかな。どっかしらから行けるんか。あ、そこにもなんか、ペンキ塗りよる人がおる。人っていうかロボット？どうも。あ、そこにもなんか、くるまっとる人が二人。ごめんなさい、私。何？時間をください。今は話す気分ではありません。君に話しかけたんじゃないんだけどな。この人と交流したかったんだけど、私。え？なんか交流するボタン、暗くなってない？え？交流できんの？え、四角ボタンで合っとるよね。うん、合っとる合っとる。できんやん。どういうことやねん。あれか？え？今までの会話って全部あれ？その B12 を通しての会話やったとこ、え？私直接は言葉が理解できないのかもしや。ちょっと初知りなんですけど。なにこれ。あ、なるほどね。ガリガリ。ガリガリしてこの絵の具の下から何かが出てくるわけではないんか。絵の具？ペンキ？あいつ何も出てこんな。倒すわけでもなさそうやし。なんもないなぁ。なんであの絵あんなペンキで汚されとん？とりあえず今は、めっちゃニッコニッコ可愛い。今はちょっとなんか会話ができんぽいけん、とりあえず進んでいくか。これなんか木の上登れるんやけど。でも何？なんかできる？何？紫色の植物を取得。今、あれなんよね。その、四角ボタンを使って何かしら、こう、アクションを起こすっていうことが何もできんなっとるけん、ジャンプしてひとまず進んでいくしかないんよな。思い出したくもないっぽいし、今。じゃあとりあえず、これ登っていける？いけるいける。ん？なんだ？他に何を忘れてしまったのでしょう。知らないよ。両親、友達がいたはずです。皆どうしているのでしょうか。あの町を解放したかったのですが、助けるべき誰かは残っているのでしょうか。どの町のこと？あれ？前回までおったスラム？知り合いがおったんかどうかは知らんけど。え、会話できんな。まだできんのか。ちょっと早く立ち直ってくれる？無理か、そんな早く立ち直る。これあれ？斜めってないけんいけんってこと？え？積んだ？この辺からなんかどっか。降りれんな。いけんやん、いけんやん、ねえねえねえ。あ、ここ上がっていけるんやないん。ほらほら。よしよし。あ、なるほど。なんかめっちゃいっぱいモニターがある。何が映ったんあれ？宇宙みたいな。これは何でしょう？何この子大丈夫？顔がいっぱい映っとる。何何何バグってる？おや、私の超越的瞑想を邪魔するとは一体どういう了見ですか？あ、こいつやん。ズバルテイザー。やっとお会いできましたね。先ほどご連絡をいただいたときは、桃と一緒だったそうですね。小さいアウトサイダーさん。アウトサイダーさんが桃とドックをご存知ということは、もうここの顔なじみですよ。二人に会いたいです。平和だった頃を思い出します。桃はスラムに残りました。ドックを探してくれたそうですね。そしてクレメンタイン。彼女は今、ミッドタウンにいます。アウトサイドへ行きたいなら、彼女が案内してくれるでしょう。どうやら彼女は街を脱出したいと考えているようです。ミッドタウンに行けばいいってこと？ミッドタウンって？え？通ってきたところ？ミッドタウン？ここ、違うよね。アントビレッジってとこよね、ここ。これをお持ちなさい。この写真の裏に彼女の住所を書いておきました。ミッドタウン今まで行った場所よね。え？また、あの、道のりを戻っていくん。嫌なんやけど。クレメンタインの写真。あー、左側の子？
ミッドタウンへはこの小さな村を登っていくのです。あなたのように小回りが利く者にとってはたやすいことでしょう。登っていくってことは行ったことないとこ？あれ？ミッドタウンってとこ行ったことなかったっけ？別ルートで行けるとかそういうこと？アウトサイドにたどり着くことができたら、あなたが最初の到着成功者になるでしょう。幸運を祈ります。いえ、その必要はありませんね。あなたなら必ずできるでしょう。どうしたんこの子？本体は壊れてしまったん？なんかモニター使って喋りよる感じがあったよね。先ほどは落ちてしまって申し訳ありません。私はおそらく地球上最後の人間です。さあ、私に何が残っているか確かめてみましょう。かなり思い出してきました。どれほどの記憶を失っていたのでしょう。人間？人間の意思が入っとるってことこいつに。おそらく私たちがクレメンタインを探し出せれば、私は記憶を取り戻し、あなたは家に戻れるのだと思います。お、マジで？もういよいよ終盤になってきた。下に戻って住人たちともっと交流する。もしくはミッドタウンへ向かうことができます。いや、とりあえずさ、さっきまでなんか君がね、うじ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 して、何の情報も得られんかったけんさ、思い出すみたいな項目もあったけん、ちょ、いろいろ交流したり、メモリー探したりしようよ。ガラクタが奏でる真実の音色。きらめく滝。恐れなど無駄。ポエムを作るには最高の場所さ。さあ、お聞き。何時よ、素晴らしき具象。体内に私を隠し、やがて私の墓となるのか。少し荘厳すぎますかね。ちょっと意味がわからないかな。え、でも君たち、あれなんやね、ロボットやのに、ポエム作るんか。そこは、人間がする部分ではないのか。こっちか。あれ、なんかどっかにさ、あったよね。この階か？あ、この辺か、思い出す。どう？言葉です。住人たちは最初から独自の言語を作り出したのです。感動的です。当時のことは覚えています。私はまだネットワークの中にいました。正確には覚えていませんが、ある日、すべてのコミュニケーションがこのシンボルに変わり始めたのです。私はコンピューターの中にずっと一人でいました。ですので、すべてを理解するために、シンボルや言葉を一つずつ翻訳していきました。今私は外の世界にいて、彼らの言葉も理解できます。だから彼らが話していることすべてを聞きたいのです。どういうこと？インターネットの中におったというのはどういうことかな。エレクトリックザーク、そこら中に寝てんな。これ あっち側渡れる。こっちさっき来てなかったな。あ、なんかカラフルやね、君。あれ、みんなそんな感じか。みんなかもしれん。おや、こんにちは。こんなところに旅行者が来るなんて何年ぶりだろう。もちろんザーク以外のね。奴らのパワーを利用できたらすごいと思わないか？回し車か何かで走らせてさ。まあ無理だろうけど。おー、なんか、発電的な？大人になったらクレメンタインおばさんみたいに立派な人になるんだ。成長するの、こいつら。そして君は子供なの？わからないよ、さが。おばさんみたいに冒険がしたいんだけど、大人はみんなアントビレッジから出してくれないんだ。まあ出ない方がいいよ、食われるよ。私も何回も食われたわ。ここ登っていける感じ？お、あっちも行けるぞ、なんか。待って、まだまだ、おー、あれ？ここ？戻ってきたな。あ、こっち側に行けるんや。あ、これぐるっと回って戻ってきたよね。ちょ、待って待って。ここには降りれんのか。なるほど。じゃ、なんかここに上がれそうやった。お、揺れれるぞ。見て見て。あ、揺れれん。くっそ揺れれない。なに？誰かめっちゃ話しよらん？なんかめちゃくちゃ話し声聞こえてきたけど。ん、あとは、ここから下には降りれんのかな？くるっと回っていかんといかんのか？なんかね、川っぽいところにおったが、人たちもおったよね。どうも。
ううん、統計的に最低8回は勝たなければならなかったはずだ。何の話だ。どっちも同じこと、違うな、あっち、まだあっちやったんか。9536勝6敗。すごいな。内緒だけど、僕はこのゲームに勝つようにプログラミングされているのさ。じゃあ絶対勝てんやん。えへへ。ぐしゃぐしゃにした。あ、会話できねえ。会話できねえわ。あ、めっちゃなんか拾い集めおる。あ、上に来れた、なんか。ここあれっすか、さっきの、ポエム読みよった子らのやね。ほ。めっちゃ拾ってる。拾い集めてるわ。ごめんね、荒らして。白色にも900種類以上のパターンがあるって知ってるか？実は私専用の色のパターンを作ってるのさ。これはゴミ箱ブラウン。ゴミ箱ブラウン？白ではないのかい？ブラウンって言っちゃってんだけど。こっから下には行けんのか。なんか下、行けそうなとこないね。でもあそこになんかめっちゃ人おるんやけどな、二人。あそこだけなんか花咲いてるね。なんやろ。さっきのあの、バケツで行くんかな。あ、君たちもまだ話してなかったっけ。5月は彼女の気分が乗らない時期だって言ってたよ。彼女は必ずビッグな芸術家になるよ。ロボットたちにも5月病があるんかな。彼女がもっと練習を重ねればね。クレメンタインの話？ペンキのフレッシュな香りが大好きさ。これを嗅ぐとあれを思い出す。なんだっけ？何も香りがしない。辛いです。うわ、辛くなった、辛くなっちゃった。大丈夫か？泣いてる。あ、笑顔。香りはしないのね。ほら、ペンキだよ。ドーン。はい、ペンキ。どう？もしかして君にかかった？なんか君にめっちゃかかった？別に会話は変わらねえな。特に変わらねえな。悲しくな。あ、ちゃんと綺麗に片付けられたんやな。よし、これで、私はこのバケツに乗っていく。あ、これでここに、あ、いけるね、いけるね。ほっ。うわ、めっちゃびしょびしょになりそう。多分今、毛しなしなになっとるよ。何やってんだい？ガラクタだって言う人もいるけど、俺は宝物って呼んでる。ほう。昔はベルロボットをしていたが、今はトレジャーハンターに生まれ変わったのさ。その音に気を取られないように、私が今見つけたこの腕のように、身の毛がよだつけれどね。身の毛がよだつ？そんなことあるの、ロボットで。かわいそうに、安らかに錆びついてくれ。怖いわ。錆びつきたくないわ。で、あれか。とりあえずこれでもう全員話したかな。ってことは、ミッドタウンは、上から行くって言ったよね。待って、バケツどこ？お？もしかしてこれは。なるほど、普通に帰れるんや。普通に帰ってこれるんや。よし、じゃあまたちょっと上の方戻ってこう。多分もう調べるものはないと思うんやけど。ここでさらに上って言ったよね。この辺上がっていける感じ？上がれる上がれる。いいよ。これ上がれんやん。ってことはその辺を矢印で指してくれとった。上来た。何かぶってんのそれ。個性的な帽子だね。皆さんこんにちは。ご機嫌いかが？クレメンタインおばさんは太陽の光がなくても育つ珍しい植物の育て方を教えてくれたの知ってる？知らない。すっごくたくさん持ってるんだ。見たい？ちょっとない色もあるんだけど。黄色と赤色と、そうそう、紫色の植物だ。ちっちゃくてすばしっこい誰かが代わりに取ってきてくれないかな。へえ、
何それ、どういうこと？何か持ってこんといかんの？めんどくせえな。何、どこにあるのそれは。ふう、退屈。クレメンタインおばさんが昔ここで勉強を教えてくれたんだよ。たくさん面白いこと習ったんだよ。ほう。この、雨漏りしてんのか。花を持ってこなければいけないのか？ん？なんか上に行ける。その花とやらは一体どこにあるんだ？ん？こっち？おー、いけるいける。なんかどんどん進んでいきよるけど、あ、ここ登れそうじゃない？ほら。これ、次の場所行くんじゃないこれ。あ？あそこの花かな？やっぱこれ取りに行かんといかんのやないんや、あそこの花。ま、なんか取らんでも進めるような気はしなくもないんやけど。え、赤と？なんて？赤と黄色と紫っつった？花あそこにしかなかったよね。ね、赤しかなくない？でもってあの、あ、届くか、一応。そこの台の上乗ったら。赤色の植物をしとく。ねえ、あと、黄色と紫は？あ、紫！あった！黄色は？黄色。めっちゃ私もう、花をさ、ペンキで色変えるんかなって思ったけど、普通にあったわ。紫の花。え、あ、あれか？黄色。あれやん。え、どうやっていくあれ。普通に上がっていけばいいんか？待って待って、行きますよ。あ、どっから届くんや。もっと上か。なるほどね。赤いやつしかちょっと、いまいち視界に入ってなかったけど、あるなぁ。この辺？違うか。おー、ちょっと危ねえ。めっちゃ危ねえ。黄色や、マット上？あれ、どここれ？何？なんか食べ物屋さん来た。ここの食い物は最悪だ。でもここにはこれしかない。このゴミを食い続けるくらいなら、フロントのネジを緩める方がマシだ。どういうこと？ブリキのコックと呼ばれている。残り物で美味しいものを作る専門家だ。でも、食べたくなさそうですけど。今日のおすすめ。秘密のレシピで作ったラーメン J45。何？ J45 って。意味がわからないんだが、メニューの。ねえ、黄色い。あ、ここや。え、これ取れる？あ、取れるな。イエーイ、黄色の植物ゲット。よっしゃ、これで全部揃った。こんなとこあったんやな。この植物集めがなかったら私、ゲットすることなかったわ。あ、違うわ。たどり着くことなかったわ、あそこに。助けてくれないならいいさ。でもね、困っている人がいたら助けるように習ったよ。だから持ってきたんだよ。はい、赤。わー、すごく綺麗。ありがとう。他の色も探してきて。お願い。お願い。はい、紫。わー、これ珍しい植物だよ。ありがとう。他の色も探してきて。お願い。お願い。はい、黄色。この色大好き。ありがとう。全部見つけてくれたんだね。ありがとう。これお礼。僕のバッジだよ。プラントバッジ。全部揃うとめっちゃいい。それじゃ気をつけてね。またね。なんなんやろう。今のバッジ。よくわからんけど。ま、なんかもらったもらった。さ、じゃあ行きますかね。え、次こそあれか？ミッドタウンに向かうんか？これは。とりあえず進める方向に、どんどん進んでいこうと思うんだけど。上って言いよったもんね。ミッドタウンがあるの。ここってことかな？
わあ、また冒険出ていくよ。